はい、メイチャンネルです。今しがたね、羽田の方からクアラルンプールにね到着しました。でね、もうあと1時間後にはねこれから成田の方に、向かいたいと思います。はい。でね、一応今、22番ゲートに到着してね、なんとねそのまま22番ゲートのね、飛行機で成田の方に戻るという予定をしております。はい。まだですからね、今回は一切ねクアラルンプール、マレーシアの方には入国せずにね、本当にタッチで、帰国するというような状況です。はい。で、今帰国した後はね、クアラルンプール、成田の方に行って、成田からですね、沖縄の方に、向かいたいと思います。そこでね一泊して翌日、新千歳の方に向かって、羽田の方からまたクアラルンプール行って、羽田の方に戻ってくるという予定をしております。じゃあね、まもなくね搭乗開始になると思いますのでね、早速、ゲートの方に向かいたいと思います。じゃあね行ってまいります。今ねこちらの方で、到着したところでございますかね。この C の22からね、もう乗ってくるような感じで、この待合室でね待機するような、形を取りたいと思います。まあラウンジ行ったりとかもねできるんですけどね、もう1時間も来てますんでね、こちらでゆっくりね、備えたいなと思います。いや、アクアラルンプール久しぶりですね。残念なことに今回ね入国しませんけど、またね本当はゆっくり、旅行したい国も一つではありますね。はい。でね、こちらのセキュリティゲートの方は7時にオープンということでね、あともう20分ぐらいで開くような状況でございます。Yes. Do you have any second luggage? So this one you're going to pass from here to Narita. Narita. This one is Narita to Okinawa. Okinawa. Thank you. Thank you. Okay. Thank you.はい、無事にね、今搭乗口の方にやってまいりました。じゃあね、搭乗開始まで待ちたいと思います。今ね、登場してきました。プレミアムエコノミーの後ろの席ですね。こちらと、後ろにね、倒しても気にせず倒せますんでね。はい、じゃあね、離陸を待ちたいと思います。食事がねやってまいりました。チキンですかね。あと果物とうどんですね。でデザートに、ヨーグルトがございます。今のはね今ねお茶とスパークリングワインをね、オーダーしました。はい。なんやかんや食べれそうですね。ちょっとね食べていきたいと思います。
はい、無事にね、成田空港の方に到着しました。これからね、また羽田の方に向かって、沖縄の方に、向かうわけですけどね、まあ一旦はね、入国審査済ませたいと思います。はい、無事ね、クアラルンプールの方から今成田の方に、到着いたしました。行きがね、ビジネスクラスですので、まあ、約ね6600プレミアムポイントで、今クアラルンプールからね、成田の方に、来た便が、プレミアムエコノミーでございますので約ね、5400プレミアムポイント計ね、重複で1万2000プレミアムポイントね獲得しているはずでございます。またね日付が変わったら、反映されるかと思います。はい、まあ、初めてねトンボ帰りしましたけど、まあ、やっぱりね疲れますし、まあ、せっかくだから本当はね、旅行したい気持ちはあるんですけどね、まあ、今回はね、短期集中でね、ダイヤモンド修行をね完了させるっていうのが一応目的でございますんで、まあ、山梨といったところでございます。で今日の、ねフライトはあとね、今成田ですけど羽田の方に向かって、8時過ぎのね、便で沖縄の方に行って、今日は宿泊してね今日は、終わりという状況でございます。はい、いや意外とね、お腹いっぱいでしょ、機内食で若干ね食べちゃいました。痩せられるわけないですね、こんなんじゃね。はい、じゃあね今回の動画はこちらで以上になります。この動画がねためになった、参考になった、面白かったよという方ぜひ高評価ボタンとね、コメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄の下の方に Twitter、LINE、Instagram やってますのでぜひね、フォローよろしくお願いいたします。はい、またね引き続きこういった動画どんどんお届けしていきますのでぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねまた次の動画でお会いしましょう。